どうも、翔平です。お願いします。はい、本日は、翔平 TV イベントをやって終わったところなんですけれども、まあ、皆さんまだちょっと残って、まあ、僕の大好きなあのグローブを、まあ、皆さんちょっとご紹介してくれるということなので、どん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 、皆さんにカメラを回していこうかなと思います。それではやっていきまーす。はい、ということで来ていただきました、はい、この前をお願いいたします。はい、笹井です。はい、2度目の登場ありがとうございます。はい、2度目 ?3 度目 ?4 度目ちょっとわかんないです。まあ、何回かもう、はいはい、お会いさせていただいているので、はい、僕が気になるものがあるので、はい、見せていただければと思います。はい、そのグローブが、はい、はい、こちらです。はい、なんすかこのメーカー。これモティブホースっていうメーカーです。モティブホース、モティブホース聞いたことね。ちょっといいですか、まず先にちょっとダイヤ用からなんですけども、はい、特徴蛇柄ですよ。あ、いやー、まああんまないですもんね。あんまないです。まあ、結構いろんな種類の革使ってくれてるんで、うん、その中でやってもらいます。なるほど、なるほど。いや、なんか特徴とかあります？特徴、そうですね、特徴はこのシルエット自分のシルエットにしてもらったっていうところと、あんまりなんか見ないウェブにしたかったんで、せっかくフローダーなので、はいはいはい、まあ、ちょっとここだけ網目にしてさせてもらった。水野さんでありますよね。そうですね。とあと刺繍糸、これ緑なんですよ。おーおー、本当だ、はい、設置がっていうところはちょっとこだわらせてもらったところですかね。僕ちょっと気になったのが、この裏側のムートンが、はい、普通白か黒じゃないですか。はい、オレンジなんですよね。そうなんです。それもこのメーカーならでは。そうですよね。はい、いや、こういうところまで、いや、フローダだからこそ、そうです、選べますんで。なるほど、はい、ありがとうございます。で、はい、もう一個僕がすごい気になってるので、はい、それが、はい、キャッチャーミットです。はい、こちらです。双子グローブみたいな感じですね。そうですね。で、こっちは今回和牛で作ってもらいました。はい、刺繍糸ちょっとライトグリーンにさせてもらって、これやっぱりなんか今なんかグローブタイプのニット今多いじゃないですか。はい、そうですね。なんかあんまりそういうの好きじゃなくて、やっぱり旧型の肩が良くて、これで作ってもらいました。はいはい、で、まあ、手がちっちゃいので、こっちもこっちも一回りちょっとちっちゃく作ってもらってます。センチぐらい、はい、数ミリか、数ミリぐらいしてっていう。はい、で持ってもらえば分かるんですけど、軽いっす。ちょっといいですか。はい、失礼します。はい、あ、軽い。これ公式用？公式、どっちも公式用です。で、公式用なのにめちゃくちゃ軽いっす、これ。はい、いやー、見てもらって、いいですか。大丈夫です。ありがとうございます。入れば、あ、ちょうどいい。はい、僕も手小さいんですよ。本当ですか。これ、あの僕が一番好きなのがミットで一番気にするところが親指の芯なんですよ。はい、薄くないですか、細いか。でも結構しっかり厚手の入れてくれてるんですよ。めちゃくちゃ硬いんですよ。はい、でも水分めちゃくちゃ硬いので耐久性とかも問題ないですし、取る時に当たりづらくなるのでしっかりと入ってくれるっていうのが僕好きなので、いや、もうドンピシャっす。はい、これもう軽さとスチームとか、はい、そういう芋も絶対したくない派なので、あ、じゃあ一切こっちもやらずに、とか、はい、ちなみに、はい、あのお値段って、そうですね、基本は大体4万からなんですけど、まあ、ちょっと友達割で高校の友人なのでちょっと安くしてもらったんですけど、はい、まあ、大体そのぐらいでフローダー完全にやってくれるので、はいはい、できないウェブもないそうなので、はい、ちょっと見てるな、見てる皆さん、ちょもしあの気になったら、はい、ぜひちょっと検索とかしてみてください。はい、はい、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、もういつもサポートに来てくれる、クリッチ君に来ていただきました。ありがとうございます。本日は、はい、ありがとうございます。楽しめました。はい、楽しかったです。よかった。で、ちょっとまあ、はい、グローブの方、はい、こちらですね、ワンダーペガサスのキャッチャーウィットと、アンダーマの外野仕様です。外野です。はい、キャッチャーミットはまあ以前あのビタ止め大会でね、説明したんですけど、まあ、このワールドペガサスのグランドデビル になってます。はい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 、まあ、価格とかはまあ前回言ったので、まあ、そちらの動画を見ていただければなんですけど、だいぶその説明した人よりかはすごい柔らかくて使いやすくなっています。おー、よかったです、よかったです。はい、アンダーマの外野仕様になります。はい、これは初めて。そうですね、はい、多分今までなかったので、はい、で、まあ、僕がすごい気になったのはここのウェブが、あ、まあ、市販じゃあまり売られていないウェブじゃないですか、はい、っていう点ではめちゃくちゃ逆におしゃれだなっていう。で、僕も高校の時の外野仕様が日本タイプのウェブ使ってたの で、はい、でこれ結構、耐久性もしっかりするじゃないですか、やっぱ日本入ってるので、はい、なので、結構かなり指先まで湿気を取っていいグローブだとは思うんですけど、ね、はい、なんか型とかこだわりとかっていうのがあれば。このウェブには自分こだわりを持っていて、僕が好きだった、千葉ロッテマリーンズの岡田芳美選手や、はいはい、元日本ハムファイターズの新庄剛志さんがこのグローブでこのウェブを使っていたので、まあ、たまたま
その売ってた時にあったのでこれを購入しました。なるほど。高校生とか中学生とかってやっぱ単色にはなってしまうので、いやその中でもアンダーアーマーこのラベル金ですし、逆にこういう珍しいウェブを使いたいっていうんだったら、まあ、逆に本当に渋いなっていうのが出てくるので、ぜひぜひちょっとこういうグローブを見つけたら検討されてみてはいかがでしょうか。はい、買ってください。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、本日はイベントありがとうございました。はい、お名前と、グローブをドンと出してもらえて。クラクと申します。で、トゥードとこのローリングです。はい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 、私もスジャイローリングです。なるほど、ちょっと待ってください、この Z あんまり見たことないんですよ、これはい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 で、ちょっと先ほどのクリッチ君のグローブもそうだったんですけど、はい、今日砂ぼこりがひどくて決して磨いてないわけじゃないので、皆さん磨くのは大好きな人間なんで、一発で今日やられちゃってるだけなんで、そこはちょっと皆さん、はい、温かい目で見ていただければと。本当に砂ぼこりで大変なことになってるのですいません、ちゃんとそこは失礼します。お願いします。で、これって既製品じゃないですよね。これオーダーです。ですよね、これオーダーです。やっぱりそうだろうなと。やっぱ小田が一番いいんですよ。考え方。なんかこだわりとかっていうのがあれば。最初自分アシックスとかで作ろうかなっていう考えがあったんですけど、はいはいはい、まあ、アシックスといえば大谷翔平選手がずっと使ってるんですけど、まあ、その大谷翔平選手が使ってるこの2ピースのレベル、はいはいはい、であとこの全体的なモデルとしては自分ソフトバンクファンなので、うん、まあ、やっぱり Z といえば千賀選手かな。あー、なるほどなるほど。あとそうですね、あとこれはまあこだわりっていうか自分がグローブ使ってる時なんですけど、なんですけど、普通の人ってこうグローブ人差し指出します、出しますね、自分全部入れるんですよ。ああ、まあメジャーリーガーなんか全部そうですよね。よく、だからなるべく既製品だとなんかもここが最初から指カバーだったりとか、最初からここ潰れてるっていうか人差し指が入らない状況が多いんで、やっぱり自分的にはもうだったらもうオーダーで一発で、もう最初からちゃんと入る形を作ってもらった方が楽なのかなっていうのがあります、ね。なるほどです。こだわりがたくさん詰まったグローブ。ありがとうございます。これですね。はい、ローリングス。これはビッグあるじゃないですか。アシックスローリングですね。これですね。そうですね。涌井投手がすごい使ってたイメージが。西武時代ですね。はい。あるので。これは親からもらったもので、だいぶ古いんですけど、まあ、ちょっと蹴り側とかも、だいぶちょっと、まあ、剥がれてきちゃう。そうですね。であとこのグローブの好きなところとしてはもうずっと使ってるからゆえなんですけど、もう自由自在に動かす。ああ、まあそうですね。もう普通のグローブって皆さんこう動かし方決まってると思うんですけど、はい、自分ピッチャーとかショートとかセカンドもやるので、もうこういう横系の握り方もするときあれば、まあ、こうやって縦っぽい握りもできるっていう。なるほど。まあ年季が入らないと逆に出ない味っていうところですよね。ありがとうございます。本日は、ありがとうございました。はい、本日は、イベント参加ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お名前と、グローブをワンと出してもらって、はい、大泉テックと申します。はい、でグローブはこちら。はい、おベルガードじゃないですか。そうなんです、これ去年の7月ぐらいの翔平 TV さんの、はいはい、モンタナさんで、はい、ベルガードが入ったっていう、あの1個だけあったな、左用のやつ最後に紹介されてるんです。なるほどなるほど。あれです、モンタナさんが注文して自分で片付けして、これめっちゃいいよって言ってたやつをご購入されたと。お、すいません、今年の年明けに買っちゃいました。なるほどなるほど。だからもう詳細説明はぶっちゃけ概要欄あっちの動画見ていただいた方がいいとは思うんですけども、あの状態の時はまだ片付けをしてなかったと思うんですけど、今こんな風に片付けをしていただいてまして、もう収まりすごいですし、取ってからの握り替えもすごい早くなって早いんで、はい、買って即のキャッチボールとかノックで、あ、これいいなっていう感じで使えてますね。ジテルレザーの。そうですね、ですよね、ジテルの。まあ、ベルガードさんといえばもう山本さんのこだわりが詰まったグローブなので、そうですね、ウェブがそう、Hウェブでここレース二重で、ここ二重なんですよ、二重になってたりとかっていう、まあ、そういうところも、細かくされてるグローブなので、実際この二重のレースすごい良くて、強い打球さばいた時にしっかり受け止めてくれるので、なるほど、そこから持つまではすごい楽ですね。そうですよね、まあ、僕も見たこととかあったりはあったんですけど、実際そういう使用した人のお話を聞くってことが、まあ、なかったので、ええ、今これで使用感レビューを聞くことができたのですごい良かったです。まあ、左用は多分
山本グラブスタジオさんの方に聞いてみないと、まあそうですね、出てこない、うんうん、なんかこれあと5個ぐらいしかないらしい、そうですね、左で欲しい人いましたらちょっと直接お問い合わせを、そうですね、あの山本さんなりモンタナさんの経由を通して聞いてもらえればと思います。まだ多分あると思う、はい、右が欲しい人はぜひモンタナさんに、はい、行ってみてください、はい、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、ということで、本日はイベントの、グローブ紹介の方、させていただきました。ちょっとまだ、取り切れてない方々のグローブがあるので、その方々の、グローブ動画はまた後日、出したいと思います。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ、そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ、そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております、はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TVT シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。